結局それを良しとする人と、まあね、そうそうそう、それが結局ゴールの集まりやからそこの結局ちょうどいいところの塩梅をつかむっていうのが一番難しいところで、それで僕たちはずっと揉めてるわけ、葛藤してる、そう、どうすればいいかっていうところでプラスしてね、あの旗をねもらってもあの旗の振り方がわからないとか、ね、あ、そう、それはありますね、結構みんなあれコツいるんすよね、やっぱね、結構みんなこう、八の字に振る人は多いですよね、そうすると、要するに自分の一人のあの、なんていうんですか、その業界を越しちゃうわけ、隣の人に難聴しちゃう部分があって、ちなみに正しい振り方ってどうなの、なんですかね、大体こう、みんな右3回回して左3回回して、あー、なるほどなるほど、まあ、こう、巻き込まないように、そうそうそう、右3回、左3回腕回すけど、この距離じゃない、腕全然振らないです、うん、こうやんない、肩振らない、なるほど、右3回、左3回の繰り返し、大きかったらそのまま、うん、これで回しだけなので、うん、あとどうしようあとなんか、あれですね、一番簡単なのはあの、うん、旗の根元の部分だけ、旗と旗の部分の、旗とこうあるんですか、その旗の部分の根元だけ持ってこう、こう振り続ける、手首だけ回す、うん、ああやってると、振ってないんだけど振ってるような感じに落ちるように、あー、なるほど、見せることできます、ね、風吹いてたら上げなきゃいいからね、そうそうそう、風吹いたら、ベリスターにやつに旗作りつつですね、ちょっと大きいのかなーって、まあね、って思う、子供には振りづらいし、うん、結局は今、実際やっぱ旗も数もそんなに多く結構減っちゃって、まあ多くないんで、変な話、でも理想はその去年はあのホーム徳島すごいすごかったっすよね、あれああいうの雰囲気どうするかって言うと、もう竹寄りつくしかないかなって、むしろ振り切って私ミニ旗つきましたけど、でもエルフライでちっちゃいでしょあれ、いや同じくらいほぼほぼ押しようないっすね、しかも結構ほんとね、あの中のパイプをすごい探してて、そうっすね、あれが本当に個人じゃ買えないぐらい、去年の徳島こんな感じです、あああの2000年代最終節の、ね、向こうね、それ向こうね、向こうね、だってアウェイでこんだけできてる、うん、これでもクラブ作ってるもんね、あのサポーター作ってるもんね、完全に、むしろ日焼けなんて大量に作るしかないのかなとは思いますね、持ってく方は大変、うん、こっちはね、スタジアムに置いてくれるけど、まあでも、まあ、僕らがすごい旗作りたい作りたいですけど、それから、ね、一般人とどうなのかなってちょっと思いますね、旗配っても結構難しいっすよね、個人個人自由っていうところもあるから、アウェイだとさ、全部手払っちゃうけどさ、ホームだと結構余ってたりする、そうそうそう、ホームだといろいろその、サンクスマッチとかで招待した人とかもいるから、その人たちって結構ね、こうまあコアな人たちに比べればこうやらないっていう、でもいいんじゃない、あの全力さんたちがさ、あのゴルラでさ、あのサポーターゾーンとかやってるけどさ、別にコンコースでさ旗振り講習やってさ、ありありありとかでも全然なんか子供集めてさ、うん、こうやって振りましょう的なっていうのか、手伝えるんだったら俺全然手伝うし何でも手伝うし、珍しいご新規珍しいご新規、まあ、ご新規、うん、まあでもやってる、まあ新規は増えてますけどね、ただまあそんな初心者上に意外とみんな行ってないんですね、あとはどれだけ後ろにいる人がこう真ん中に行きたいなって思うかっていう、ね、で俺本当に細野さんとか大野さんとか、まあ、ホッサン動画でずっと見てて優しい人たちでもうちらの団体のあるところが、うん、周りを巻き込むためにうちらの団体でだから、ね、そのベルディスタはやっぱ応援の中心だ、中心だからね、アリアさんと違って周りをいかに巻き込んでブロック増やせるかっていうところにやったから、俺それに、まあ、俺もとそこの割合が違うからね、そこに食いついちゃったんですよ、だってさ、俺がさ、あの駅でさ、怖い顔をしてさ、持ってたらどう思う、まあね、それはそうだよね、やってたらさ、だって誰もさ、ついてこないって、そうだよね、そうそう、それはみんなやっぱり役割がね、役割があるから、俺も最初は正直言うと、だってメインで持ちたかったよ、それ、うん、で、ベルディのあのコールリーダー持ちたかったけど、でも、結局俺なんかはそういうとこじゃないから今は割り切ってるし、多分誰よりも慎吾さん見てるし、誰よりも太鼓を見ていかに周りを合わせるかとか、あとは周りをいかに盛り上げるかっていうところに、まあ、名誉を持ってってるわけだから、
まあ、それで俺がついてった人ですよ。 うち一家がついてった持ってってもらえれば、それで僕はそれで役割は成功してると思うから、全然それでいいと思うんですよ。だからあれであの一件があったから、ああもうここでいいんだなっていう、端っこでもいいんだなっていう、そうです。でそれでいいんです。端っこの方が、ね、楽しくなったら真ん中来てくれる。そうだよね、うん、本当に。でも端っこで、ね、住み着いちゃう人もいるっていうのは一つとね、懸念材料ではある。まあぶっちゃけ言うと、まあ今のオール君がいる位置からやっぱりどん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 こう、オール君が、オール君が、ヒロちゃんがね、一瞬だけするわ。上手に言えばちょっとずつこう降りていってほしいなっていうのはあります、ね、でも降りてきてるからね、現にね、ね、端っこの端っこでやっぱね、あの年齢がすごくなんかバラバラで、もうなんかもうおばあちゃんとか、それこそおじいちゃんとか、孫連れでいてとかいう、そのあの雰囲気もまたね、いいね。あ、これ含めてサポーターだなっていうふうに、まあでも結局、まあとは言ってもなんだかんだ言っても、まあ結局やっぱ知り合いなんですよね。でいかにその上の方々と仲良くなることが、その要するにあの辺ゾーン全体を熱くすることにつながるのかなと思いますね。あれだよね、俺は去年1年間本当に知り合い増やそうと思って、いろいろね、みんなに声かけたりとか、声かけてもらったりとかして、ね、どうせ見に行くんだったらさ、知り合いない方が楽しいじゃない。楽しいっすかね。だし、で、もう今日母さんと飲むからみんな声かけたけど、あのどんどん知り合い増えてほしいし、うね、で、なんか、めっちゃ飛んできた。ソーリー。で、全然本当にね、知り合い増えればそれだけ楽しくなるし。コミュニティだからね。コミュニティ、本当コミュニティですよ。で、ファミリーのさ、いろんな人かけてるけどさ、俺さ、人覚えるのめっちゃ苦手なのよ。本当に他人を覚えること苦手で、他人の顔と名前が本当に一致しない人なんだけど、うん、でも例えば俺が声かけることによって、あの向こうは多分覚えるから、ね、覚えてくれるし、こっちのこと覚えてくれるから、こっち知らないけど向こうから声かけてくれるの、うん、結局それがまたスタジオ来るきっかけになると思うし、そのきっかけ作りになればいいだけだから。でもこっちがあとはちょっと頑張って覚えてくれるから、うん。俺も苦手なんだよ ね。自分のね、動画に出てくれた人はね、先週で何回も顔見るからさ、バッチリ覚えるんだけどさ、結局さ、結構もうやっぱいっぱい人数いる中のさ、一人をさ、覚えるっていうなかなか、ね、向こうからしたらね、一人だからね。そう俺もだから最初に大野くんからそういういい思いもさせてもらったから、いい思い、うん、あの子供にね、こうメガホンを差し出して東京ヴェルディのあのボールを、うん、あの行ってもらったっていう、あ、これってすごく子供にとってはすごくいい思い出じゃんっていう、いい体験、いや逆にやってもらえたら嬉しかったから。俺はもう結城さんを見て育ってるから、結城さんっていう存在がいて、結城さんが好きすぎて、結城さんがいるからヴェルディのゴールにまず来てるから、じゃあ逆のことで、例えば僕のことを多分好きになってくれる子供絶対いると思うし、うちの子供とかだったらそれで僕のこれがそっちに行けば絶対嬉しいわけだから、嬉しいって言ったら上から目線になるけど、でもそれできっかけで来てくれたら、それでヴェルディのサポート増えてたから、じゃあ別にこっちから閉じることは ね、しちゃいけないことだから、っていうのが今の俺の中での一番のメインであって、それで広がっていけば一番いいんじゃないのかなっていうのが俺のポジションだから、だから別に、まあ笑顔は別に無理に作ったわけじゃないんだけど、まあそう、自然な、でもやっぱアスプレートでは怖い顔してたら一番良くないから、だってみんなが苦しい時に俺が苦しかったらやっぱみんな苦しくなっちゃうから、うん、それだけ言うのはすごいもんね。いや、リョウタロウ頑張れってでもね、ゴールラーの端っこの方でもあの大野くんとかがいて、なんかこう煽ってくれたりとかね、やっぱそれこそ常に試合中も常に笑顔でってあの見てくれるから、なんか端っこも最後まで気合い入れて応援するわけでね、それでもだから別に喋るけど、もううちらのだから一個もあのイケメン誰だろうっていうところからガタ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 ってネットをこう調べて、ベルディの相棒、ネットを調べて、相棒です。まあ、イケメンだっぱで、結局顔ですね。だからやっぱ一周回ってやっぱもう一回遠藤さんがいるけどさ、やっぱ遠藤さんのあれ、田中先生が写真撮ってあげてたやつ、そうエンドさんのコールリーダー見たいですね、久々にね、見たいっすよね、うん、見たいっすよね、皆さんね、そう見たいっすよね、見たいね、やりましょうじゃん、ね、リアルサポルト、リアルサポルトですもんね。
今年は散々さ、俺降りるって言ってるもんね。別に俺もう持たなくてもいいよってずっと言ってたんだけど、遠藤さんは気持たないし、ホストも別にいいって言うから、もうそうだけど、別に遠藤さんが持つって言ったら、別に遠藤さんにも全権譲りますから。まあ別に僕もやりたくないわけないですけど、どっちかというと肘は前にいてやりたいっていう思いは強いです。でもね、この人たちすごい本当に、たまに呼んでもらって前行ったりするんですけど、はいはい、あのね、本当に最前線行ってやるけど、もう全然体力続いてない。そんなことないだって本当に。いやでもね、この人たちは本当すごい。全然全然、ね、全然ベルディスタの最善の人たちは本当にすごい。でもさ、一時さ、どっちかっていうとさ、もうベルディスタが跳ねてるから、うちら跳ねてるって感じだよね。まあ、あのベルディスタが跳ねてる間は絶対意地でもアリアさんも跳ねようみたいな。でもさ、ついてけなくなる。そんなことないですか。今全然緩いっすよ。本当緩いっすよ。今は本当に緩いっすよ。今は俺あれにさえついていけないんだけど。いや一世先輩が2014年ぐらいのアウェイ長崎でカモンベルディ45分が耐久レースとか、三浦やった最終ゲームの時からはあのハーフタイムから後半終了までなんか60分ぐらいぶっ通してカモンベルディやったりとかあったんで。あったね。太鼓台にするとカモンベルディが一番きついらしいね。うん、そうっす。ずーっとさっていうか、栃木の矢部地とかね、うん